久しぶりに故郷三重に帰ってこられて、今の今度、ビアティ三重さんの監督に就任されたよ、今の気持ちはいかがですか？そうですね、まあ、最初にオファーをいただいた時に、まあ、正直まあ、びっくりしたというか、イメージしていなかったので、まあ、モンゴル代表監督以来そのアジアクラブで指揮を取るというイメージがあったので、まあ、そんな中のオファーをいただいて、はい、正直胸が高鳴りました、ね、なんかこれに関してはもうその、はい、プロである J リーグとかもしくはカテゴリーとか、うん、そういうの関係なしに、うん、その自分がビアティンで監督をさせていただくイメージをこう思い浮かべた時に、やっぱり地元クラブで指揮を取らせていただくっていうこと自体がもうその何者にも変えがたい特別なものなので、もう正直言うと私の中ではそのオファーに対してはもう即決でしたね。はい、これまで、まあ、選手としてのキャリアでもそうなんですけど、まあ、かなりいろんな国にそうです、ね、行かれて、まあね、アメリカ、メキシコ、はい、グアテマラ、はい、エルサルバドール、クロアチア、はいはい、まあ、今はないですけど、はい、私の元実家があった場所が、ね、ここからどうですかね、車で、うん、12、3分だと思うんで、そんなに近いんですね、はい、今我々はねこの、はい、ビアティンのホームスタジアムにいるんですけど、私の実家だったとこから車で12、3分で、私がどうですかね海外でプレーしていた時に、一番ここから遠いのはエルサルバドールですかね何時間かかるんでしょうね2日ぐらいかかりますよね、いやいや飛行機だってそうですね、はい、でも乗り継いだらもしかしたら20時間以上ね、はいはいはい、そこからバス乗ったりとかね、はい、いろいろあるでしょうけどね、はい、そんなでももう本当に運命的な今回オファーというか、そうですね、はい、それだけいろんな国に行かれて、うん、まあ、モンゴル代表監督もやられて、うん、こう故郷に一回帰ってくるっていうところは本当もう運命でしかないなと僕は思いますけど、まあ、タイミング的にはね、本当に自分がその海外代表や、まあ、J リーグクラブもありましたけど、うん、その、うん、直近で今年その隣のね、はい、愛知県の、まあ、しかも、東海社会人リーグという地域リーグで、はい、指揮を取らせていただいて、はいはい、まあ、そして、まあ、満を持してね、選手スタッフと力を合わせて、うん、まあ、結果を出せたそのタイミングでオファーをいただけたので、何かこう、まあ、過去を振り返ったら今までの、ね、経験は、ね、ビアティンで指揮を取らせていただくためにあったんじゃないかとか、なんかそういうふうに思えるようなこう、うん、タイミングでしたね。特にそうですよね、プロクラブじゃなくてアマチュアのまあ、U13 まで教えられてるっていうのは本当に幅というか、そういうところにも将来的につながってくるんだろうなっていう、うん、そうですね、すごく、まあ、あとは正直その私が幼少期、ね、幼稚園、小学校、中学校、高校と、うん、まあ、日体大に進学するまではね、はい、18年間三重県にいたんですけど、うんうんうん、でも正直その頃はその J リーグも始まったばっかりでしたし、はい、そのまさかその、うん、まあ、三重で、うん、選手としても指導者としてもね、はい、サッカーで生きれるという環境がなかったので、だから僕自身はそのサッカーをやりながら正直三重県というこの県は、まあ、一目散に離れるべき県だと思っていたし、正直その海外でサッカーしてる時も、うん、三重県にその戻ってくるのは僕は怖かったんですよね。正直そのサッカー環境の何もないこの県に戻ってくるのは、うんうんうん、なんなら日体大で東京に出た時も、うん、
そのお盆とか休みにこの三重県に帰ってくるっていうのは怖かったんですよ。それぐらいここには申し訳ないです、すいません、うんうん、過去の話ですけど、うんうん、三重県にはサッカー環境が何にもないので、なんか東京の日体大や海外で自分が積み上げたものまで三重県に戻ったら消えるんじゃないかっていう、正直に言いますけど、それぐらいに感じてたんですよね。なるほど。ところが今ではね、こうやってあのビアティン三重というね、あと一歩で J リーグ参入というクラブがあって、はいはい、そうですね、選手がいて、スタッフがいて、そしてあの、ね、サポーター観客の皆さんがいるという、ね、うん、素晴らしい状態に、ね、はい、なっているので、はい、まあ、あと一歩とはいえ本当にむちゃくちゃここが大きなあと一歩だと思うんですけど、うんうん、本当にこの、ね、三重から J リーグクラブを誕生させるというね、はいはいはい、このミヤティン三重を、ね、はい、全員の力で J クラブにね、うん、押し上げたいと思っています。はい、そうですね。じゃあもう最後になりますけど、その熱いサポーターの皆さん結構楽しみにされてると思いますんで、まあ将来のビジョンですとか一言いただけたらありがたいなと思います。はい、ありがとうございます。うん、まあ本当にビアティン三重、まあ、三重県の、サッカー界の人間がね、三重県に J クラブを誕生させるというのは悲願であると思います。簡単ではないと思います。そして私含め、一人でできることではないですし、たくさんの人間の力が必要だと思います。まずは来季2024年、サポーター、そして観客の皆さんの力も、必要になります。なんとか、まずは上位、そして優勝、そして昇格、そこに迎えるように、全員の皆様の力を貸してください。私自身は、人生をかけて戦わせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。マサ監督でした。